震災後なんで、まあ、震災前もなんですけれども、かなり多くの方が教育旅行で来てたんですね。まあ、こと大島という島があるんですが、そこはもう4000人くらいですね、教育旅行来てたんですけれども、震災で一気に落ちまして、ただ現在ですね、初めて来る高校さんなんかも急に来たりですね、あとその震災の復興の状況を見たいということでの問い合わせがかなり多くあるんです。これからはそこが中心になってくると思いますね。気仙沼の、受け入れ体制というかですね、もちろんまあ、漁業体験とかあるんですけれども、やはり震災があったので、ちょうど落ち着いて2年半以上過ぎたので落ち着いてきてますから、その復興の状況を子どもたちに見せたい、防災学習の一環もあると思うんですけれども、その取り組みというか問い合わせというのはかなり多く今ありますし、受け入れも多くしておりますね。今多いのは関西、あとは九州ですね。震災前だと北海道からも来てたんですけれども、今九州はかなり多く問い合わせがありますね。だいぶ来てますね。今年9月10月は、まあ、我々が把握している段階ですけれども、団体数とするとやはり100団体以上は2ヶ月で来てますね。それは我々がやってる語り部という組織の受け入れだけです。あと我々把握してない部分ではもっと来てると思いますね。時間によってなんですけど、我々の場合だと1時間か2時間か3時間、だいたいお客様多いのが1時間なんですけれども、被災したところ、まあ、海岸ですね、海岸を中心に時には降りて説明をしたりとか、あと復興状況を話をしたり、あとホテルの中での講話をするということもありますが、大体皆さんはバスに乗ってですね、実際目で見て、その当時の様子とか、現在どういう復興が進んでいるのかっていうのを知りたいということで、ほとんど90%以上はバスに乗って被災地のコースを回るということが多いですね。11月までは毎日2、3件ずつ入ってて、まあ、12月はどうしても冬の期間になりますから、ガタンと落ちるんですけれども、9月、10月、11月はほとんど毎日語り部で、まあ、我々もしてるんですけれども、問い合わせっていうのが毎日10件くらい来るんですね。ですから、その受け入れが結構大変というかですね、まあ、来ていただくのはありがたいのが一番なんですけれども。